今月のフレッシュマンは阿蘇市阿戸ヶ瀬にあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、長富陽太、年齢は25歳で住所は下流に住んでいます。はい、長富さんはこのお仕事に疲れてもどれくらいが経ちますか？これは平成26年度に採用になったので3年目になります。普段はどんなお仕事をされているんでしょうか？ここでは阿蘇郡市7市町村の被保険者の介護度を決定する審査会の事務を主にやっております。とても大変なお仕事だと思うんですが、もう少し深く聞きますと、どういったことを心がけていつもお仕事されてますか？そうですね、やっぱり市民に直結する仕事ですので、丁寧にやることを心がけています。職場の雰囲気とかどうですか？優しい先輩に囲まれて、本当でもいい環境にいると思ってます。無理やりは言ってませんよね？大丈夫です。大丈夫です。じゃあ少し個人的なこともお伺いしたいんですが、現在25歳ということで、結婚願望とかは？ちょっと今あまり考えていませんですね。でも、好きな女性のタイプは聞いてもいいですか？そうですね、好きな女性、自分が、あんまりこう積極的なタイプではないので、ぐいぐい引っ張ってくれるような女性を。はい、あ、そういうことですね。いいえ、謝ることは全然ないですよ。口癖ですよ。はい、では、そういうタイプの方と、ここ阿蘇市でデートするならどんなとこがおすすめだったり行ってみたいですか？いやー、どこですかね。山の上の景色、山から上から眺める景色とかやっぱり結構綺麗ですね。そこら辺になりますかですね。で、ここからもね、雄大な自然が見られますし、やっぱり阿蘇お好きですか？阿蘇市。そうですね、その景色もそうですし、やっぱちょっと外に出た時に、帰ってきた時に落ち着くところとかが結構好きですね。はい、ありがとうございます。ではお勤めの阿蘇広域行政事務組合の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。阿蘇広域行政事務組合では阿蘇郡市7市町村の衛生、消防、救急、厚生、福祉を3つの柱とした広域行政機構として、総合的重点的な地域づくりを目指しています。はい、今月のフレッシュマンは、ここ阿蘇市阿戸ヶ瀬にあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの長富さんをご紹介しました。では最後に決めポーズとフレッシュマンお願いします。いきますよ、せーの、フレッシュマン。さよなら。